はい、皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、メルペイ1円送って100円もらえる、送るもらうスタート記念、最大1100ポイント2人でもらえるキャンペーンということで、今回はメルペイの話題ですね。まあ、つい最近ですね、メルペイに送金機能がつきまして、まあ、それに関するスタートのキャンペーンとなっております、まあ。結構ですね、キャンペーンのやり方もシンプルですので、まずぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 それでは早速こちらからですね、送るもらう新登場ということで、まあ、こちらなんですけども、これが先ほどお伝えしたこのメルペイの新機能、送金機能に近いんですけども、それがスタートしたということになっております。で、スタートしたのが7月の13日からとなっておりますので、すでにこの機能自体はもう使えるようになってます。 でですね、この、送る、もらうの機能なんですけども、送れたり、その、もらうことができるのは、メルカリの売上金から購入するポイントであったりとか、まあ、これ、いわゆるその、優勝ポイントと言われるらしいんですけども、そういったポイントであったり、あとはメルペイ残高ですね、銀行口座からチャージしたりとか、そういったものとなっております。で、一つ、まあ、気をつけてほしいのは、この、送る、もらうを使う上では、 友達招待でもらったりするポイントであったりとか、あとキャンペーンとかですね、メルペイとかちょくちょくキャンペーン開催してるんですけども、それで付与されるポイント、これ無償ポイントと言われるらしいんですが、そういったものに関しては、この送る、もらうでは使えません。なので送金不可となっております。なので、まあ基本的にはメルカリの売上金と、あと銀行口座からのチャージ、まあこういったものが使える。そして、まあキャンペーンとか友達招待などのポイントに関しては、もうこれは使えませんという、簡単なそういった認識でいいと思います。で、それを踏まえた上でですね、早速こちらの今回のキャンペーンをお伝えして と,いうこと思います。送るもらうスタート最大1100ポイント2人にということですね。でこちらのキャンペーンなんですけども1ポイントもしくは1円以上送るもらうをするだけでなんと100ポイントを2人で漏れなくもらえる。これは確実にもらえます。そしてプラスアルファ週末は抽選で1000ポイントとなっております。これいいですよね。でですねまあ、今回2つキャンペーンがあるんですけどもそれぞれ小分けにしてお伝えします。 まずこちらから2人で始めを漏れなく100ポイントということですね。まあこれまあ先ほどお伝えした1ポイント、または1以上送るもらうするだけでキャンペーンの期間が7月の21日から終了日程は未定なんですけども、9月30日までの付与上限に関しては500ポイント。で、同一のお客様間は送るもらう取引は初回のみ付与対象ということですね。なのでまあ別々に僕以外にも A さん、B さん、C さん、D さん、E さんっていうまあそれぞれまあ5人とやり取りをすれば、 ま、あ条件はクリアということですね。で、ちょっと中に入っていこうと思うんですが、まずこのキャンペーンですね、本人確認が必ず必須となっております。ま、あすでにね、僕のチャンネル見てくださってる方であれば、もうメルペ使われてる方多いと思うんですけども、まだ本人確認が済まれてない方ですね。例えば銀行口座を登録したりですとか、あとはメルペ専用のですね、簡単本人確認という方法もあるので、ま、あいずれかをクリアすれば、この本人確認が完了となります。なので、まだ完了されてない方はこちらを先にお願いします。 で、次、ここですね。同じ相手と複数回は付与対象外ということで、例えば僕、A さんとして、A さんと、そして相手が B さんとします。で、その A と B さんが、まあ、それぞれやり取りをしても、一回だけもらえるということになっております。なので、今お伝えしたように、期間中、初回の取引のみが、付与の対象ということですね。で、続きまして、ここですね。もらう側の受け取りが完了を、送る側、もらう側、双方に付与ということになっております。 ですが、まあ、付与される場合は、まあ、基本的にすぐ付与されるらしいんですけども、遅延する場合もありますので、ここはまあ、それを頭の片隅にでも、まあ、入れておいてください。 そして、ポイントの有効期限に関しては60日となります。まあ、やっぱりメルペイのキャンペーンでもらうポイントの特徴でもありますね。結構有効期限早いので、まあ、なるべく早くですね、ポイント付与されたらすぐに使うのがいいと思いますね。ですけども、まあ、ちょっとね、僕も結構前の動画でもお伝えしたことあるんですけども、まあ、iPhone の方の場合はですね、モバイルスイカにまあチャージして逃がすっていう方法も全然ありなので、 もしとりあえず付与されたらもうすぐにこっちに入れておくと、まあかなり使い勝手的にはいいんじゃないかなと思います。もちろんメルペイのポイントとして使うのも全然ありです。 以上がこちら2人で初めを漏れなくもらえる100ポイントのキャンペーンについてでした。次はこちらですね。2人で週末に楽しもう10組に1組当たるポイント1000ということですね。まあこちらのキャンペーンは週末にですね、今下にもちょっと出てる1ポイントまたは1以上を週末に送ってもらう、どちらかまあするだけで、このキャンペーンに参加ができるということになっております。まあすでにこちらもですね、7月の21日からスタートしております。で少しこのキャンペーン中身に入っていくとこんな感じですね。 まず一つ目なんですけども、7月の最終週の週末から9月の週末まで土日ということですね。でですね、まあ細かい日程こんな感じとなっています。まあキャンペーンの期間ということで、まあ7月の最終週ということで、これが7月の25日土曜日の0時から、 7月26日日曜日の23時59分まで、もうこの土日のいずれかということですね。ここから最後の9月の27日までの土日の間それぞれキャンペーンに参加できるということになっております。なのでもしこのキャンペーンすぐに参加される場合は、とりあえずまず土曜日まで我慢することが一番いいかなと思いますね。で、続きまして、こちらですね。複数人で条件を満たしても抽選の対象ということで、まあこれですね、期間中に1ポイント以上の、まあ、ポイントもしくは残高ですね。これを1円以上送るもらうをすれば、まあ キャンペーンに参加できるということですね。なので、ま、特にその人数制限というのは決まってないので、まあ、その、抽選のキャンペーンに関してはいろんな方にですね、それぞれこの送るもらうどれかをすれば OK ということになっております。で、気をつけてほしいのはこの複数回の取引で当選確率は変わらないということですね。 なのでまあ同じ相手と何回も何回もやってもとりあえずまあ1回にしかならないということになってますのでまあとりあえずもう別々の相手にまあ送りまくったらそれでも全然いいのかなという感じですで先ほどもお伝えしたようにポイントの有効期限は60日ということですのでもしまあ iPhone をお使いの方はまあモバイル成果にチャージしてみるのもいいんじゃないかなと思いますで一応ですねこのキャンペーンの流れなんですけどもこれ公式ページからそのまま引っ張ってきましたまずステップ1はこちらですね送るポイントまたは残高を入力まあとりあえずこれを入力すると送りたい金額をですね今回はもう 1 1ポイントもしくは1円以上でで全然、OK、です次、ステップ2。デザインを選んでメッセージを追加ということで。もし、まあ、メッセージ入れられたい方は入力してみるっていう感じですね。無理に入れなくても大丈夫です。あとは、リンクを発行して、それを相手の方に送るという、まあ、簡単な流れですね。 で、ステップ5は送り手が友達を確認すると。で、ステップ6として2人にそれぞれ100ポイントがもらえる。これがまあ100ポイントもらえる流れですね。で、ここの週末の場合は2人に1000ポイントが10組につき1組当たるということですので、まあ週末に参加される場合は、このキャンペーンに参加するのもありということですね。でですね、まあ実際に僕のメルペの画面からどんな感じの画面性になるのかっていうのをですね、まあ直接お伝えしようと思うんですけども、僕の場合今メルペ残高が1000円入ってる状態で、 今回ここが新しい機能の送る、もらうということですので、ここをまずタップします。そしたらですね、まだ僕設定したことはなかったので、この送る、もらうについての設定から解消するということですね。なのでこの設定を始めるをタップします。 で、送るもらう設定の、今度、メルペイ表示名ということで、メルペイ残高は元はポイントをですね、送るもらうの時に相手に表示されるということですので、まあ、全然特命でも OK ということになっております。なので、まあ、僕の場合はですね、まあ、ゆずひこという名前で設定しまして、そしてこの登録をスロータップします。で、そのまま進むとですね、この送るもらうから、今、まあ、1000円が入っている状態ですので、 友達に送るというところをタップします。そしたら画面が切り替わりまして、いくらの金額を送りたいかというのをですね、選択する項目が出てきます。まあ僕の場合はご覧のようにですね、1円分というふうに入力をして、あとはここの決定スローをタップします。受け取りリンクを発行しました友達にリンクを送って完了ですということですので、ここの下のリンクを送るをタップしたらですね、iPhone の方の場合はですね、下からメニューが出てきます。まあその際にですね、まあ Twitter でもあったりとか、 あとは普通にまあメールで送ったり、もちろん LINE でも OK ですし、まあとりあえずリンクをコピーして、あとはまあいろんな方法で送りたい方に送るという流れになっております。で、ちょっと気をつけてほしいのはここですね。確認ということで受け取りリンクを送りましたが画面を閉じると再度リンクを確認することはできませんということですので、なのでもう送った前提であったりとか、そのリンクをコピーしてどこかに貼り付けた状態ですね。まあそういった感じに控えている状態じゃないと、リンクを確認することがもうできなくなりますので、もし送る際はちゃんとここを確認した上で、はいか家いをいそれぞれ 選択してください。 で、僕はもう完了したので、これではいという感じとなっております。でですね、まあ僕のチャンネル見ていただいている方であれば、すでにメルカリメルペイされている方多いと思うんですけども、登録まだの方いらっしゃいましたら、これ NASDQX っていうのは僕の招待コードとなっておりますので、もしこれを使って登録された場合ですね、500ポイントをゲットすることができますので、登録まだの方がいらっしゃればしたの概要欄からぜひ登録していただければと思います。ちなみに一つ気をつけてほしいのは、このメルペイの登録した時にもらうこのポイントなんですが、これは今回の送るもらうでは 利用できませんので、そこだけは気をつけてください。あくまでもメルカリの売上金だったりとか、残高チャージした分となっておりますので、そこだけはお気を付けください。まあ、そんなこんなで今回はメルペイが送るもらうの機能がスタートして、それにの記念のキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。いや、もうね。本当に今まで結構スマホ決済の中。でもメルペイって本当に。 結構ぶっ飛んだキャンペーンが多かった中で、まあ、その機能の中でも意外とその送金の機能というのは本当にこれまでなかったんですよね。なので意外となんか結構、あ、今ぐらいのタイミングで出てくるっていうのはちょっと意外でしたね。この送金の機能については。なのでま、今後そのメルペイに関してはとりあえずま、送金機能も入ったので、まあ、今後また新しくどんな機能、サービスが出てくるのかっていうのは個人的にまたちょっと楽しみなとこではありますね。一応今回お伝えしたこのキャンペーンのリンク、そして僕のメルカリの招待コードも下の概要欄に貼ってますので、詳細気になるなっていう方がいらっしゃいましたらチェックして いただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました